はい、おはようございます。榎本です。ですね、まあこんな感じで、もうすごいキーワードになるのはやっぱり体感っていうのがキーワードかななんていうふうにすごく思います。で、最近の私たちもね、ラーメンの、ラーメン教室みたいなことで、自分でラーメン作ってもらうようなイベントを組んだりしてるんですけども、それもすごい人気あるし、すごい喜んでもらってますね。で、まあ、もちろんラーメンってこう食欲を満たすっていうすごく基本的な欲求を満たすところなんで、空腹を満たす商売だからね、一生なくならない商売なんですけども、まあ、時代的にはさらに、まあ、別の意味で言うと体感体験っていうものがすごく価値のあるものだっていうふうに今なってるなっていうふうにすごく感じてます。今日も一日よろしくお願いします。